僕は向こう、もう関係ないよ、そういう感じ。あんまりこう、彼女も考えてると、お付き合いしたら、どうしようか、あんまり考えてない。彼女が来ました、ただ、もう、この手はあんまり、この手のこと考えてない。この展開の時は意識合わせるだけ。意識合わせる。同じ方向、向くだけ。向いてるだけ。で、これ、まあ、健康法として転換ですから、姿勢がちゃんとしてるとか、曲がらないとか、そういうことを注意して、自分が自由で、彼女関係ないよ。自分が自由。自分の姿勢を作るっていうか、そういう感じで、彼女のことは全然考えてない。そういうふうにやってるんです。で、終わったらその部屋。で見たらどうしようかって。で、こう打たれてやってるともうすぐ終わっちゃいますけど、こうなっちゃったりするんですけど、一番大事なのは姿勢が大事で、自由完了できますよ。あ、そういう感じ。彼女いてもいなくても関係ない。そういう感じで、ちょっと展開する。今展開するんですね。彼ここにいるんですよね。さっき一緒に言ってましたけど、あのね、こう、あぶっここはあんまり気にしてないですよね。すごい勉強になってよかったんですけど、ここね、ここをずっとこうやってずっとこうやってやってる感じがすごく多いので、こう気にしないで、もう終わりだから、これさっき転換次振り返ればもうここに言うから、何もしなくてもいいじゃないですか。そういう意識で、我々も習ってるんですけど、そういうのが合気道だと片稽古だと思ってるから、みんな形をね、こう形をなんかこうやってこうやろうと思っちゃって、それが正しいと思い込んでるから、それよりも、まあ、白石さんの中心もらうっていう、そういうね、意識でやってればこういうふうになると思うんです。そういうのを変えていかないといけないんじゃないかなと最近思ってる。呼吸法やるのも自分の形をなんかこういうお互いに競いながら作っていくんじゃなくて、自分の姿勢もきちっとこういう形も、会社のこういう形を作っとくと意識の中で、あれしといて、なるべくこういう形に近づける。で、こう来てね、展開するこういう形すれば、会社のこういう形じゃないですか。そういう最初のイメージ作っておく。そしてあんまりこういう合気道のこうやって入っていくって、こうやって押し返してっていう風にやらないで、その形をガンって作る意識がパーンと戻った形を作ってやるといいんじゃないかなと最近思います。で、ちょっとそういう風にあんまりこういう風にそうやって関係ないから、他人だし、こうやって関係ないよね。ごめんね。そういう感じでちょっとそういうのを意識していると思うんですが、普通の呼吸、自分のイメージするっていう、いろいろみんな一緒だからさ、相手のこと考えてるんですけど、相手がうまくもう、なんか倒すこと考えてる。自分勝手でいいと思うんですね。自分がまっすぐ、自分がちゃんと倒す。相手は関係ない。相手が何人かちゃんといますけど、これは妨害してくれてるだけで、自分のためにいろいろ妨害してるんだけど、これ自分勝手に何ていうのかな、付き合ってるとこう何かいい形にこう倒れてきたらこうやってるんですけど、さっきも言いましたけど、自分勝手に彼関係ないのか、関係ない。自分勝手にもう自分がほら何ていうのかな、自分のことが考えてると相手のことを考えてると相手的じゃないかもしれないけど、相手のことを考えながらこうやってほしい、優しく倒してみたいなのを考えてないで、自分が自分の姿勢をちゃんと立って、で、まっすぐ、で、自由、そういうことを目的にしてこう動いてるからね、こう、どういう形でもほら、関係ないじゃないですか。たまたまそういうふうにいるから、それに合わせて自分がいい姿勢作ってる。きっちりこういう回路をきちんと、実は通りに、こうやって、作るかってことを考えてれば、あんまり他人のことを考えてこうやってちょっとやりすぎかなと思うんですよね、みんなで。
って、今度はこれでいろんな形をやって、自分のその自分勝手に、まあ、相手に合わせてるんだけど、自分勝手にやって、今はこれね、こうやって出してきたんですよ。で、片手かかってこなかったら、今みたいに、まあ、この人こうやったら、こういう感じで、この手に使って、何しろ、何しろ、ほら、何しろ、何しろ、何しろ自分勝手に。形にやった方がいいんじゃないかな。今度は転換して今こっち入ったんですね。いつもこれやるんですよ。上と下。最初自分がまっすぐした企業を持っていく、広瀬さんにここにこう企業をしちゃう。で、彼いてもいなくても変わらないから。入ってっていう、そういう意識。たまたま彼がいたから倒れちゃった。向こうは向こう、さっきよ自分彼がいてもいなくても必要ないな感じで、僕との素振りやってるつもりで姿勢をつぶって、なんか、ね、上だったらこうバーン、下だったらバーンってバーンって来た、もしくはもっと入ってきて、お前入ってきて、そういうの意識して、じゃあ上下、下、真下やりましょう。下、こう、ダッシュ下、じゃあ下、こう。ギュッて、言いながらやった方がいいかも。みんな、お付き合い、ギューッて、ギュッ。倒すのどこの位置がいいかな？あ、そこ倒さないといけない。進もうとしたからね。だから自分がギューッて、こうに、こうに、なんかやっちゃってる。で、ピューンって勝手にできる、このストレスなくピューンってできる位置を探してるんだよ、自分で。それで、例えばほら、こういう位置ですって思ってね、ほら、ぶつかっちゃってできないんですよね。だから、位置を場所、自分自身はピューンって、何にも力入れないでピューンってやれる場所、どこかな、あ、この辺かなって思って、こう下げた。ただ、それだけの話なんだ。だから、相手を倒そうと思うとさ、場所が悪くても下げていく。なっちゃうんだよ。だからまっすぐ自分の姿勢をキューンってストレスなく下げれる位置探してるつもりでやってれば、別に全然全然なんていうの、ただこうキュンってキュンキュンってほらキュンって呼吸の稽古しますよね。してない人もいるから、まあ大抵普通相手だって言ったらやってると思うんだけど、ただこうやって行けるスムーズに振れるっていう、そういうつもりの位置を探しながら、あ、ここじゃきついや、あ、ここじゃきついから、こう回ってから下がろう、下がろう。で、ただ、その位置探ししてるっていう。力抜いて、ピューンって、あ、例えば体操の形にできるような、力抜いて普通に自然にできる、安全でできるんで、その相手の手が来なくて、いい位置を探しながら、こういう姿勢、まっすぐ、自由、まっすぐ、自由だよっていう位置を探しながら、練習した方がいいんじゃないか。相手を倒すのに練習しちゃうと、相手を崩すのに練習しちゃうと、どうしてもその自分の姿勢を崩してまでも相手を倒すのに練習しちゃいますから、まずは自分の姿勢を作って自由にこう、自由に普通にこうストレスなっていく、こういう捉えられたりとか、いろんな技やってるといろ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 ね、例えばいろいろね、こうまっすぐになれども、まっすぐ上げて、姿勢崩さないと、姿勢崩してやったら、何をまっすぐ、もうぶつかっちゃったら、ちょっとボツよ。で、こう、やるとか、こうやって切って、例えばこうね、上げてきて、まっすぐ。そういう、そういう、そういう、いろいろ稽古やると、その範囲が広がる。自分が自由で、自然にまっすぐ、まっすぐ、できる。で、いろんな技がある、自分に持った方がいいと思うんですね。今、こう、呼吸をしてるんですよね。このままじゃ、ぶつかっちゃうんだから。だから、こうやってみればこう、手を、そういう。だから、姿勢をまっすぐするには、ここは自由で、
そのまっすぐいい。相手の側面線外してまっすぐ上げてまっすぐ下げてで手がこう遠くなってくるとこう同じ技だと思う。後ろ入る時も後ろ入らない自分がこう自由でこうね自然と入ってきて太ももらえたら上上げてで下に上がって。これも、お手返しも相手の線を外して相手の線をこの線にしてこう回して、こういじってじゃあ、ちょっと小手返しでみんなでちゃんとまっすぐ相手の手を追っかけない。